どうもおてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では毎日アクアリウムの関連の動画をアップしておりますので、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして本日はね、こちらの水槽なんですけれども、はい、盲目の獅子丸でございます。はい、ただね、ちょっとこの子ね、調子を崩しておりまして、でそれがね、こういった状況でございました。ちょっとね、小梅が少し病気気味になっちゃったんですよ。やっぱ季節の変わり目っていうのもあるかもしれない。こっちの方はいいんだけれど、どこが少し剥がれてるのって、なんか顎がね、ちょっと黒いんですよね。なんだろうな、これで、ちょっとは鱗が剥がれかけてて、だから今ちょっと薬浴してます。はい、ちょっとどうなるかわかんないですけど、はい。で、上のね、観葉植物たちは取りました。一時的に、はい、根がちょっとやられちゃう可能性があったので、これどうかな、治るかな。まあ、あの早めの発見だと思うんで大丈夫だとは思うんだけれど、うん、元気出してくれ。薬浴2日目の映像なんですけど、ちょっと昨日より状態が悪化してますね。ちょっとボロボロになってきちゃったな。治ってくれればいいんですけどね。まあちょっとこれ以上悪化するとちょっと嫌だなーって感じですけど、どうかなー。少しね、お腹のあたりがね、ちょっとカサカサした感じになってますよね。ちょっとこれ以上悪化するんだったら薬が効かないって判断して抜いて、別の薬を投入ですね。炎浴の方はしていません。合わせてやった方がいいかなとも思ったんですけど、ちょっと様子見で、ですね。で、2日目まで見ていただいたんですけれども、今ね、流してる映像は5日目の動画になっておりますけれども、結構ね、綺麗に、しかも元気よくなりました。はい。で、まあ、正直3、4と動画に収めればよかったんですけれども、ちょっとね、まあ、餌あげる時間はあったんですけれども、ちょっと出かけていたので、ちょっと映像には残せれなかったんですけれども、一応元気は確認して、はい、まあ、出かけていたって感じなんですけれども、で、まあ、5日目で帰ってきてみたらかなり元気になってて、マジよかったみたいな感じですね。で、シマルに関して言えば、まあ、今年に入ってね、ちょっと事故で両目なくしてしまったので、まあ正直ね、これでじゃあ病気になっちゃったら本当切ないなと思ってて、で、早めに対処したんですけれども、よかったです。はい、なんとか治ったみたいな。はい。で、特にね、鱗が取れちゃったとか、そういった外傷みたいのもなくて、綺麗な、まんま治ってくれたので一安心でございます。はい。で、やっぱり春先は病気になりやすいっていうのはちょっと よく聞くんですけれども、まあ本当その通りだなみたいな感じはしますね。で、まあ発見がね、早かったんで、治るのも早かったのかなとは思ってますんで、まあその点はね、良かったとは思うんですけれども。で、今回入れた薬はグリーン F リキッドを入れました。で、使用量はちゃんと測って守って、入れたんですけれども、まあ2日目はね、ちょっと状態が悪化していたので、若干気持ち追加して入れました。で、まあ3、4で回復して今に至るっていう感じでございますね。
で、まあ、今回はフィルターもそのままで、でベアタンクなんで特にね隔離とか別の水槽に移さなくてもよかったので、まあ、薬をねただ入れるだけっていう、形、まあ、水あそうかでもイチゴとあと観葉植物はねちょっと移動しましたけれども割とね薬入れただけっていうような形で簡単にね処理できて治ったのでまあこういった時もねベアタンクなかなかいいなっていうのは思いましたね、うん、やっぱシンプルなだけになかなかいいなっていうふうに思いました。で薬浴後まあある程度治ったんで薬浴後は、水を半分入れ替えました、うん、で全部取り替えるのも考えたんですけれどもやっぱ全部だと、まあ、シシマルの環境がガラッと変わってしまうのでとりあえず半分だけでもう1週間待ってもう半分変えようかなっていう感じでございます。で、フィルターも、まあ、薬がね多分染み込んでいるとは思うんですけれどもこれもねちょっと洗っちゃうとまあそうは言っても多分バクテリアまだいると思うのでそのバクテリアたちが少なくなっちゃうのが嫌なのでこれも洗ったり清掃したりっていうのはしないで置いとこうかなっていうふうに思っています。で薬に関して言えばやっぱ常備薬じゃないんですけれども、まあ、何個かは持ってた方がいいのかなっていうふうに思いますね。まあ病原菌をまあ殺菌してくれるっていうのかな、まあ、そういった系とかまあいろいろ種類はあると思うんですけれどもまあ私もねグリーン F リキッドとグリーン F ゴールドかな、うん、なはちょっと持ってますね。かぶってるのもあると思うんだけどその病状がねだけど一応2種類持ってます。効かなかったらこっちにしようかなみたいな感じで、うん、でやっぱもしやっぱ病気になっちゃってで自分が休みの日であればいいと思うんですけど休みの日とかじゃない場合ってまあ変えずに少しね1日でも伸びちゃった薬浴の開始が遅れたとかになるとやっぱそのことでまあ、最悪ね治りが遅くて、死なせてしまったっていうのもしかしたらあるかもしれないので、まあ、ある程度、まあ、人間のね薬もそうですけれどもある程度、まあ、持ってたの方持って、常備薬として持ってた方がいいのかなとかは思ったりしました今回、はい。あとねグリーン F リキッドに関してはむちゃくちゃブルーが強いじゃないですか。なんかちょっとでもこぼしちゃうとすぐ色がついちゃうんですよね。普通に蓋開けてジョボジョボやるとなんかの拍子でパンって飛び散るんですよ。本当に簡単に飛び散るので、吹き出たところがまた服だったり壁だったりすると最悪なんですよ。マジで最悪だからね。やっぱ吹き出るから一番やりやすいのは注射器型のね容器というか100円ショップで売ってるんですよそういうのがね。でまあその注射器型の容器の先端についてるまあ針じゃないんですけれども針の部分で、まあ吸い取ってね。でメモリもついてるからまあもう何ミリリットルってすぐ測れますし、はい、でそのままねまあこぼれないように水槽の、中にねこう注射器なんでチューって入れればまあもう一撃でね容量もちゃんときっかり測れるし汚れないしで私は注射器型の容器はいいと思います。そうだな、うん、でまあシシマルに関してね、まあ、言えばまあだいぶ元気になってきましたんで、はい、一安心ということで。あとこの水槽まあちょっと病気から外れますけれどもイチゴとかねあと今観葉植物の方少し大きくなってきました。まあイチゴはねこの前とそんなに変わんないんですけど徐々に大きくなってで枯れたやつはないので、うん、今後ちょっとね大きくしてイチゴが食べれればなっていうふうにも思ってます。でイチゴに関して言えば、この前コメントいただきましてイチゴを水槽とかでやると美味しくないよって言われてまあそういうのもあるかなと思ってやばいちょっと水槽の中ってちょっと独特な匂いって多分あると思うんですよね。だからそれが多分イチゴの方に回っちゃって美味しくないのかなっていうのはなるほどねと思ったんですけど逆に YouTuber 的にはまずい
いちご、その水槽のいちごってどんな味がするんだっていうのがちょっと興味も湧いちゃったんで、これはねぜひね成功させたいなっていうのも思っておりますので、はい。でまああのいちごもね、まあ、増やして、でその観葉植物とかいちごが増えれば、あのこのシシマルからね出るアンモニアとかをね、まあ吸収してもらって、シシマルにとってもねいい環境になるかなっていうふうに思っていますので、まあサイクルアクアね、うん、植物に魚から出るね、あのアンモニア亜硝酸硝酸塩を、まあ、吸収してもらうっていう、それで水替えの頻度を減らしていこうっていう、まあそういうサイクルアクアの、まあ、一環としてやっていこうかと思いますので、まあこちらも楽しみにしていてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、まあ、金魚大好きな方でまだチャンネル登録されていない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバットボタン、コメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。コメントに関しては昨日、私の動画、私が出た動画でかなりあのコメントいただきましてありがとうございました。ちょっとコメント返すの時間かかるかもしれないんですけれども、ちゃんと全部目を通していますのでありがとうございます。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。